いや、そもそもなんでそのルールでそういう10試合選手の大会やりたいと思ったかっていうのは結構大事なことだと思ってるんですけど、いいですか、それ。うん、もちろん。特に日本のルールって1試合が主流じゃないですか。うん、で海外でも普通は2試合選手、ルーザーズはあるにしても。で、それだともう、勝者は必ず出るんですけど、大会だから。でも勝者イコール強者じゃないんですよね、そのゲームの大会って。で、別にそれを否定するわけじゃないんだけど、ただ誰が強いのかっていうことがはっきりさせる大会っていうのが一個もない、どの国にもないし、過去にもなかったことなんで、そういうのはそろそろ一つぐらいそういうイベントがあった方がいいんじゃないかな。強さの目安としてみんな知っておきたいと思うし、誰が勝つか分かんない大会はそれはそれであっていいと思うけど、誰が強いのかっていうのが分かるイベントもないとまずいかなというのは前々から思ってたんですけど、それはようやくオンラインで実際にできるようになったので、すごい満足というか達成感もあるし、まだ開いてないですけど、個人的にもすごいワクワクしてます。あいつとあいつやったらどうなるんだろう。結構そのオンライン対戦やって、対戦環境っていうのはゲームセンターとほとんど変わらないっていうのを自分で実感したっていうのは、前提としてあるんですけども、ちろんで普通のオフの大会だと何日もかかっちゃうし、見る方も大変だから、それをそのオンライン対戦でやれば、そういう問題点を解消できるということですね。基本的には、大丈夫ですね、国内に関しては。ゲームセンターよりも楽がないぐらい。今回ルーザーズがないじゃないですか。ルーザーズがないんで、10試合選手っていうのは当然実力差がすごく出やすいルールなん で、同時にキャラ差もすごい出やすいんですね。だからもしそのくじとかで組み合わせが決まっちゃうと、本当にもう 1% も勝ち目がないような組み合わせとかができちゃうんですよ。だから今までのゴツガーデンよりもより指名の価値っていうか重要性は高いと思ってるんですよ。それだとただの勝ち負けになっちゃうんで、強い弱いじゃなくて勝ち負けになっちゃうんですよね。例えばすごいキャラ差がある組み合わせで勝ったとして、勝った方が強いかっていうとそうじゃないんですよ。それはそいつが勝っただけなんで、その勝つっていうことと強いっていうのは別なんで、そういうなんていうかな、もうちょっとこう実力勝負っていうか、そういう方向に持っていきたいなと。まずそのキャラ差はその指名でなんとかしろよっていうのがあるんですよ。で、もう一つの理由としては、やっぱやってる本人たちだけが楽しむものじゃないんで、大会って見てる方も楽しくないといけないん で、見てる側としてはそのいくら相性がきついからって言っても、その熟練度の低いサブキャラを見たいとは思ってないと思うんですよね。そのキャラだったらもっと上手いやついるじゃんって、だからキャラ替えはなしにしました。その誰が強いのかっていうことをはっきりさせたい、それが一番なんですよね。まずはじゃあ現状誰が一番強いのかっていうことをはっきりさせたいっていうのが一番大きな目的としてあって、もう一つはでもこういう楽しみ方を知ってほしいっていうのもあるんですよね。やっぱその一回勝負の緊張感だけじゃなくて、その何十試合もやる中でお互いのプレーの内容が変わっていったりとか、野球とかってやっぱり長時間見るわけじゃないですか、1試合。そういう感覚で対戦を長時間見るっていうことに慣れてほしいなっ